ネパールから流れるカルナリ川、ネパールの河川。カルナリ川は、ネパール西部を縦断するように流れ、インドにてガーグラー川に、長変わるガーグラー川あるいはカルナリ川は、マーナサローワール湖付近のチベット高原を源流とする、国際河川。ガガラ川、ガグラ川、ゴグラ川、ガーグラ川、ガーガラー川とも呼ばれる。ネパールのヒマラヤ山脈を横切って通り、インドブロメガットで、 シャルダ川が合流する。合わせてガーグラ川になってガンジス川の主な支流となっている。ネパール国内では全長5 0 7トルになり最長の川である。ガーグラー川の全長はビハール州ドルガンジのガンジス川への合流地点までで1 1 8 0トルになる。これはガンジス川の支流としては最長で2番目はヤムナー川である。 中国側では、K&CH、イアオホと呼ばれ、ネパールではカルナリアあるいはカウリアラと呼ばれる。ありがとうございます。